はい、今帰ってきました。ごめん、帽子かぶってたから前がぺっちゃんぺっちゃんこだね申し訳ない。じゃあ買ったもの紹介します。まずは電卓ですね。これが一番でした。はい、これが目的ですよ、うん、今日はカシオのね、カシオの電卓、ピンクの電卓です、はい、ピンクは絶対譲れませんでしたので私はピンクを選びました。じゃじゃーん、あ、説明書も、じゃじゃーん、私めっちゃ良かったよねこれね。あ、私専用の電卓です。これこうやってできるんだよ、すごくない？ AC でもね、え、すいません、カタ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 って。これで検定もバッチリだねそうだね、頑張ります。頑張ってね。まあここにデコレーションとかいろいろするので、お名前書いてください。あ、後ろに書いとくね、うんうん、続いてじゃじゃーん、プリキュアの、これが一番嬉しいですね。プリキュアの筆箱です。ワンダフルプリキュアポーチ入りステーショナリーセット、これは借金で買いました。なんか嫌だね間違いない間違いない、うん、でも合ってるじゃん、正しいけど借金で買いました、ちょっとやだね。あ、言ってるよ僕じゃじゃん、めっちゃ可愛い、やばいめっちゃ可愛い、借金で買いました。中にいっぱい入ってる、800円ね、これで800円はいいね。よいしょ、入ってたのはもちろんこの筆箱本体とメモ帳だね。あ、メモ帳も入ってんだ、うん、と鉛筆2本、これは1本使って1本は、うん、あの自分で取っとこうかなと思いますなので、この後友達と遊びに行くので鉛筆用のあの蓋買いに行きたいと思います。遊びに行くって言った今これです、定規です、一番嬉しいです、定規しかもここ透明なのありがたい、ちょっとそうだ、ね、制服の本当に使いやすい、本当に使いやすい定規、すごいちゃんとしてるやつの定規。それから、これが鉛筆削りですね、かわち、ね、よかったね。で、消しゴム、まあまあ入ってるね、まあまあ入ってんな、うん、うん、やった、ありがとう。続いてじゃーん、サピーンズで買ったものです。サピーンズは、うん、たまたま私がただ単純に見たかったの、お店をサピーンズで、なんか私なんか私服用のルーズソックスっていうの、あの、あ、ね、学校で履くやつじゃなくて、ね、レッグウォーマーね、レッグウォーマーか、うん、が欲しくていくらぐらいか見に行きたくて行ったんだけど、そしたらパパが大興奮です、古着見て大興奮してました。めちゃくちゃ面白いのいっぱいあったね、うん、私とかあんまり見ない方にパパが急に歩いてって、うん、そしたらなんかいい感じのものを見つけてくれて、まずこれじゃん、これ動画で見せたやつだね、これはなんていうの、上着、ナイロンジャケット、ナイロンジャケットですなんだけど、パッと見た目はあれなんだけど、うん、すごく着たら可愛い、シルエットがすごくいいから、ね、これお前の体型にめちゃくちゃ合う、うん、これあのね、もう一個中に下に着るやつがあるから、うん、それ紹介したら着るね。そうだね、全部一気に着てみようかね、うん、やばいよねこれ、はい、そう、それいいよね。最初パパが持ってきた時似合うかと思ったけど、着たら可愛かった、めちゃめちゃびっくりしちゃった。そう、まあ、昭和でいうところのジャンバーですね。そうだよね、うん、羽織る系のジャンバーですね。でもさ、私ってさ、ダウンとかもさ、高校になってからダウンっていうようになった。そうだね、あ、じゃ全部ジャンバーだ、ジャンバーですね、うちの動画でも全部ジャンバーで、うん、ジャンバー、アウターとかって言わないもんね。そう、ジャンバー、ズボン、パンツって言わないもんね、うん、で、ついてじゃーん、 T シャツです、じゃーん、なんですっけ、ウォーユータズグウータンクラウン、あ、ウータンクラウンっていうね、ニューヨークのヒップホップグループのね、ロゴ T、 これがね、古着だったんだけど、古着の匂いする、やばい、超好き安かったのよ、本物で。そうね、だいたい都内とかだと7000円から1万円ぐらいの間なんだけど、うん、4000円だね。そう、4000円ぐらいだったの。しかもオーバーサイズ、しかも、うん、ほとんどデッドストック、だってすごい綺麗だもんね、うん、なんかね、もう一個あったんだけど、それはなんかもう着てるよ、あれはあれでいいのよ、うん、あの味も好き、うん、あの古着ですっていう、このウータンクラウンっていうのめちゃくちゃ、ここぐらいじゃない、もう本当にヒップホップ好きな人だったら絶対知ってるグループ、うん、だね、だママたちの年代、なんか特にママたちの年代でヒップホップ好きだった人は、あ、今だって有名だね。そうか、めっちゃ好きだよね。 あるヒップホップのレコード、元 DJ、 そうそうそう、ウータンクラウン、パパのあだ名 DJ です。でしょ、ここにもウータンクラウンでしょ、ほんとだ、こういうデザインなんだ、ほんとに、ここにもウータンでしょ、うん、めっちゃ惜しいやん、いやだってヒット曲分かるの、
こんな感じでレコードね。だからさっきレコードを漁ってたんだ。レコード、まあすごい、ね、私さ、レコードさ、部屋とかの壁にこうやってくっつけてるのすっごいかっこいいなと思う。 DJ もっと DJ なん で、 そうなんです。この体型じゃないからねこの体型の DJ はいい感じ、ね、体型ないでしょ。バカ野郎、こういう体型のヒップホッパーいっぱいいるわ。着てみな。うん、そう、これとこれを着てみようと思います。あともう一個、もう一個ベルトを買ったんです、私。そう、なんかいつも思ってたのが、こういう服着て下はこのウィゴのこういうズボンなんだけど、なんかね、ここガバッて開けるとメリハリがないの、ズボンの方に。だからなんかベルト欲しいんだけど、ベルトが一番分かんなくてどういうのか。なんで通行したの急に。いや、オレンジだから。パパと行った時に買おうとは思ってたので、パパに選んでもらおうと思って、自分じゃ選べないから。で、こちらのベルトを買いました。もうシンプルなやつね。すごいいいやね。うん、で、これ880円でした。安かった。あんまり太すぎないやつな、女の子だからな。なんか太いやつ、これと同じ太いやつもあったんだよね。勇ましいよね、うん。でもずっとさ、さっきもさ、これもさ、そう思ったの。あ、勇ましいな、ちょっと残ってと思って。力ないくせにこういうのできるんだよね。いや、じゃあパパがやってて、それがかっこいいと思って。あ、ごめんごめん、私これ聞くせだから。本当にそれやめ、本当に。じゃあ、来てくるから、ちょっと待っててね。来ました。こんな感じ、いいね。で、これ、青ちゃんいつもこれ被ってるでしょ、ニューヨークヤンキースのね、うん、ヤンキース、ニューヨークだから。で、このウータンっていうこのグループがニューヨークのスタッテンアイランドっていうところ出身のラップグループなのね。だからちゃんと統一性があるわけですよ。これ被ってても変築人じゃない、ね、うん、これで逆にドジャースとか LA とかのキャップ被ってると、うん、知ってる人が見ると違うなって。そう、ニューヨークにロサンゼルスですかってなっちゃうか ら、 だからそういうのも気にしないとダメ。うん、でも完璧です、まあ、ニューヨークで。あれね、パパはね、ウータンめっちゃ好きだと思う。だから俺、日本でこのシャツが売ってないから、わざわざニューヨーク行って探したのよ。パパそれ着てたよ。着てたよ、これまさに着てたよ、これ。やば、まさにも同じやつ着てた。ニューヨークまで行って買った。そうさ、スポーツ用品店に1着だけあったの。しかもあのブルックリンの田舎の方に。いくらの、やっぱ7000、あの70ドル、7000円ぐらいだったかな。着てた着てた、着てたよ、ウータン着てたよ。時代を超えて、そうそう、時代を超えて、懐かしい、ね、娘が、まさか娘が着るなんて、うん、いい時代ですよ、日本で売ってんだから。で、見せるな、キャミソールだからね、みんな、ね、あ、そう、キャミソールだから許して、ちょっとごめんなさい、やりたくて、はい、はい、キャミソールだから安心して、うん、はい、ベルトちゃんです。ベルトと、ここをこれ入れたら、うん、パパに出せよとかってここまで。いや、でもこっちの方が楽じゃん、ほら。いや、ちゃんとこれ出して、こうさ、こういう風ななんか癖がつけばいいじゃん。こういう癖がさ。頑張ってこうやって、おって。ポケットに入れとけばいいね。こうやって入れとけばいいな。うん、こんな感じですよ。入れるとね、いい感じです。うん、いい感じ、いい感じ。めっちゃ動きやすい。よくね、このウータンクラウンのリーダーのメソッドマンっていうのがいるんだけど、うん、よくこのヤンキースキャップにこの T シャツだって。へー、まさに。じゃあ一緒じゃん。デビュー当時とかね。本人でーす。いや、違うよ。本人じゃなくね。メソッドマン。メソッドマンでーす。本人でーす。シャカボーの曲歌ってる人。あおちゃん。シャカボー、ちょ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 、そうね、あの曲歌ってる人、あれ、あおちゃん好きだもん。じゃあ本人じゃん、私、うん、はい、ちょうどいい。あ、めっちゃいいよ、ちょうどいい。うん、めっちゃいい。そう、 T シャツも隠れてくれる、かわいい。 B コアなとこ言うと、うん、この T シャツの丈とジャケットの丈がぴったり合ってるのがイケてんのよ。そうね、うん、で、B、バカの B です。バカだわよ。バカの B です。どうしようもねえな。なんで最高でポケもあるし、うん、めちゃめちゃいい、すごいいいよ、めちゃめちゃシルエットかっこいい、うん、すごくいい、ほんとかわいい。私のポイントはここですよね、やっぱり、うん、ババアの B でしょう、これ。ババアの B かバカの B か、どっちか今戦ってるの、うん、真ん中ブーの B か。真ん中ブーの B でいいかって感じです。はい、いいですね、いい買い物できましたね。マジいいかも、よかったね。買わされたって、めっちゃ買わされた。いや、本当にいいです。まさか娘ができて、娘がウータンの T シャツ着るなんて夢にも。あの頃はね、まだ若い時だから、パパ。けど、その確かにそうだね、うん、
ということでママが若い頃着てたリーボックのウィンドブレーカーもあったし、それも、うん、あのこの動画上がった日にインスタ上げるのでよかったら見てみてください。ママの顔を隠してんだけど。マジ懐かしかったよ、あれ。懐かしかったよ。そのママが本当に多分普段着かなんかで着てたやつなんじゃないかな、ね、この運動するために買ったんだよね、うん、あれね。ただのこうやってピースしてる写真が、うん、まさかのあった同じやつだったのね、うん、全く同じやつがあって7000円とかしたよね。下にあんな古いやつ、まあね、まあ、90年代の頭だからねやばいよね、あれね。まだ若いですけどね、うん、じゃあ私はこの後この服で遊びに行ってきます。はい、パパ、それじゃあまたね、できる？はい、できるよ。いくよ、それじゃあまたね、バイバーイ。すげえ買わされた今日チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。そして Twitter、Instagram、TikTok、あおりゲームズもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。